ジャンバルダンは、フランスの画家である、フランス東部、コートドール県のモンバールで生まれた。14歳で、パリに出て、19歳の時に、後に、王立絵画彫刻アカデミーの教授となる、ルイジャン・フランソワ・ラグルネの工房で働いた後、ラグルネの弟の宮廷画家、ジャン・ジャック・ラグルネの下で修行した。1765年に、ローマ賞を受賞した。 弟子の15歳のジャンイコール・バプティストルニョーを伴って、1768年にローマに留学し、ローマには4年間滞在した。1772年にパリに戻った後は、宮廷や教会の装飾画を描いた。1779年に王立絵画彫刻アカデミーの会員に選ばれた。1785年にオルレアンの美術愛好家や市の有力者によって、 オルレアンに美術学校が作られることになった時、校長に招かれた。バルダンはこの依頼を受け入れ、1786年にオルレアンに移った。ほどなく起こったフランス革命の広がりによって美術学校の支援者たちに影響を及ぼしたが、校長の職を続けた。弟子にはコレットらがいる。娘のアン・マルグリット・バルダン、オン・ブワズ・マーガレット・バードンは画家になった。 ありがとうございます。